がブロック。谷口は柔らかいボールを使って右サイドへ、サイド家長、すぐに小林優はゴール前、時間をかけて家長、ジェジー足がつっても決めました。轟に戻ってきたジェジエウ、見事なヘディング。スタジアム揺れてますね。すごいですね。放送席がちょっと揺れてますね。はい、すごいヘディングシュートでしたね。その前のプレーで釣ってたんですよ、足が。これ小林柊から家長ですよね。家長のクロスの質も良かったですし、まあ岩田の前ですね、後ろから前に入ってきてですよ、ポストに当ててものすごい強いヘディングシュートですね。後ろから助走をつけてですもんね。今お話ありましたけど、ちょっと前に足つけたと思えないぐらいのねジャンプ力ですよね。はい、強烈なヘディングシュートでしたね。